神田和です。本日はマックめっちゃ怖い。マックを買ってきました。裏メニュー解禁でマックがバーってこう昨日までね SNS バーってなんかなってたから、めっちゃ食べたーと思ってマックを買ってきました。はい、これです。ブラックコーク、これが超飲んでみたかった。ちなみにこのね今マックを買って、うわー裏コークどんなんだろうと思ってこうね髪をチラって見てる時にね、こんなところですいませんって可愛いすごいね美人な女性の方が声かけてくれて、もうこうコーラを楽しみにふっつって見てる顔を見られてたのかなと思ったらすごい恥ずかしかったけど、声かけてくれてありがとうございます。はい、とですよ、まあセットを買ったんですけれども、セットの中身ですね、がエビフィレオとポテトね、ポテト。あ、多分ね、マック食べんのね、あの動画ぶりだと思う。1年くらい前の動画ぶりだと思います。うん、ではでは、いただきます。で、楽しみにしてた裏コーク。あ、確かに、ほんのりジンジャーだ。なるほどね。はい、エビヒレオチリソースらしいよ、チリソース。いただきます。うん、まだピリッと来ない。うん、エビフィレを食べたのが何年ぶりか分かんなすぎて、元の味が分かんなすぎて、これが裏なのかが分かんないわ。うん、うーん、あーよく分かんない。うん、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 しか言ってない。うん、あー、もう満足だな。エビチリ疑惑ね、甘みと辛み、辛み感じなかったよ、従来のエビフィレオ。従来のエビフィレオがどんな味か覚えてないんだけど、まあエビフィレオだったよね。レモンジンジャー味なんですよ。慣れちゃうともう普通のコーラだね。こうやって仕掛けるって楽しいよね。ザワザワするじゃん。ちょっとお行儀で悪い食べ方するけど、食べながらお勉強でもしますか。うん、ワールドカップ皆さんどこを優勝すると思いますか。でも言うてサッカーわかんないの。でも言うて幼稚園の頃サッカークラブだからやる方は好きなのね。あと大学の時は日本代表のサッカー応援サークルだったからスタジアムにも行ったりしたんだけど、言うてやっぱ野球愛の方が強いんだけどね。長友の髪の毛、確かにどうしたどうしたみたいな感じだけど、でもあの金髪がいることで雰囲気良くないみたいなめっちゃ思うわけよね。こう2002年くらいのさ、なんか稲本とか鈴木とかがバーってこういた時、みんな金髪だった時ってさ、いやサッカー選手チャラーみたいな、でもいいみたいな感じだったわけですよ。その空気なんかちょっと今の日本よこせやみたいな。本当なんかもうちょっとなんか見た目から元気になってほしいなってすごい思う。皆さんサッカー選手誰の顔が好きですか。私の周りにはね、ウッチーとかハセベとか言うんですけど、私はがぜん長友なの。長友がかっこよくてしょうがない。ちょっと食べきれないから残します。皆様もぜひ裏メニュー食べてみてください。っていうか一番はね、ホームページ飛ぶと楽しいですよ。というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。